フォルクスワーゲン T クロス、乗っていきましょう。このおしゃれさに見合わぬ圧倒的な動力性能。300万円台という買いやすい価格、非常に乗りやすいサイズ感、傑作コンパクト SUV となっております。むっちゃ売れてるらしいんだが、投稿主は全く見かけた記憶がないんだぜ。オレンジ色のボディカラーと相まって、人生を明るくしてくれるような印象を受けますね。ああ見えてスポーツカーに勝てるくらい俊敏なんだぜ。走りは最高級なのですが、内装の操作系には致命的な弱点があります。300万円台の台車として、必要十分な質感かと思います。ドアパネルは樹脂が目立ちます。ミラー調整ノブ、左下で押し込むと畳むことができます。ステアリングはスベスベ、映像で見るとなんか特別感ないけど、実車は悪くないですよ。この車の一番ひどいところ、それがこのタッチ式のエアコン操作パネルです。なんかね、オフを押しても反応が遅くて押し損なったと間違えちゃうのよ。スライドして風量や温度を調整できるのは悪くないと思います。でもね、左ハンドル仕様をそのまま流用しただろっていう位置にあるアイドリングストップストップボタン。ここを押した拍子に指が触れて、エアコンが誤作動するのが非常に鬱陶しいです。カーナビも操作が遅延するわ案内が不親切だわで、ヒュンダイのアイオニック5に負けてるレベルですね。照準みたいなのがないでしょう？目的地設定は行きたい地点を指で長押しします。開始とルートってどっちよ、ここに行く、とかでいいじゃんか使いづらいな。スタートボタンが左側にあるのも、これも左ハンドル仕様の有用ですよね。外車の300万なんてこんなもんか。このシフトは素晴らしいですよ。一段一段が明確に離れていて、手元が光るのでミス利用がありません。D から右に倒すとマニュアル操作。パドルシフトもついてます。D から下に一回下げることで、スポーツモードのオンオフができます。的確な動作が可能で気持ちよく、このシフトだけで評価をワンランク上げたいくらいいいです。ただし、アラウンドビューモニターがないのはちょっと残念ですね。サイドブレーキは手で引っ張るタイプなので、ブレーキホールドはないです。アラウンドビューモニターどころかブレーキホールドすらないし、右ハンドル対応やローカライズも微妙。300万円台の外車として考えれば、全体的な質感はかなり高いのですが、目に見えるところに減点ポイントが多すぎる。目に見えないところにコストをかけすぎてるんでしょうか。なんかトヨタ車みたいになってますね。それにしてもすごい数のカーシェアだな。この新宿サブナードという駐車場、ことあるごとに言うけど出るのが面倒すぎるんですよ。長い信号待ちの車列に割り込むしかないので、地下に来るところまで考えるなら、出るまで25分くらい普通に浪費します。おまけに駐車料金も数時間で3000円くらいするし、カーシェア以外でおすすめできません。さてさて、溢れ出るトルクを感じていますが、まず車体サイズから紹介しましょう。前後に 4125mm、横幅はまさかの 1785mm。日本車かよと疑いたくなるようなサイズですね。ヤリスクロスと大体同じくらいか。車両重量は 1270kg、エンジン排気量はたったの 1.0L です。このエンジンが非常に驚かされるもので、ターボこそついていますが信じられないくらい加速が速いです。加速というかトルクに溢れていて、そんなに踏まなくてもモリモリと加速していく余裕のトルクを持っています。116馬力に 200N と、数値だけ聞くとピンとこないですが、運転してみると俊敏さに度肝を抜かれますよ。さてさて、首都高の入り口までなんやかんや15分くらいかかりました。今回はここから録画を開始します。パーキングソナーはかなり頼もしいです。意識外の何かに接触するような事故は、未然に気づいて防げそう。最小旋回半径は素晴らしき 5.1 メートル。乗りやすさはピカイチです。動画冒頭から数少ない悪いところを言ってしまったので、そういうのは全部吹き飛ばそうと思います。ウインカーは左ですね。トランスミッションは DCT。街乗り域での動作に、大きな違和感やシフトショックはないですよ。優秀なエンジンとして世界で普及している直産。フォルクスワーゲンはどんな音を出すかな？ここの直線でベタ踏みをしていたのかも覚えていないですが、とりあえず加速性能を試しましょう。非常に鋭い加速でして、変速フィールも気持ちいいのです。ちょっとパーキングエリアで休んできますね。この車何なのか知らないけど、かなり適当にバック駐車を行っても、一発で理想的な位置に入るんですよ。急いで適当にリアを放り込んだのに、あんなに綺麗に収まってんの。偉大なるコンパクトさだな。首都高のパーキングといえば、チョコ系の自販機ですね。車両紹介の順序的に、宮古高を走っていく前に、まず街乗り領域の話をさせてください。排気量そのものは1リッターしかないくせに、なんか信じられないくらいトルクフルなんですよね。こういうゆったりと流しているような領域でも、この車格のコンパクト SUV としては考えられないようなトルク感で走ります。
ただし、Dレンジではエコに振ってるのか走り出しがとろすぎますね。巡航速度まで行けばスイスイなのですが、円滑な交通の流れに支障をきたしそうな遅さ。じゃあ S モードにすればいいじゃないかと思ったら、今度は鋭すぎてギクシャクしがち。街乗りではいい領域が見つかりません。こうなるくらいならエコモードも追加して、ノーマルモードでは普通に、交通の流れを引っ張れる程度に加速させて欲しかった。次にブレーキですが、欧州車らしい初期からズドンと効くタイプですね。そうであるくせに踏み始めには、遊びというかガバガバ領域がちょっとあるので、リニアに減速 G を立ち上げるのが難しい。街乗り、ゆったり走行メインで同乗者の快適性を考えたいなら、ブレーキパッドの交換を検討したいレベル。というかナビにちょくちょく出るポップアップが、邪魔すぎてくっそうっざいですね。まあ設定で表示にできると思います。そういえばブレーキの効きを理由に国産をやめてドイツ車を選ぶ人がいるが、これ変な話なんだぜ。制動力なんてものは車重とタイヤグリップとブレーキパッドの兼ね合いでしかないんですよね。自分で強化してやればプリウス PHV でもドイツの純正状態より強い制動力を発揮させられます。特にブレーキパッド、高々数万円でプラス数百万円級の制動力に上げられるので、不満なら自分で変えればいいと思うんだけど。硬すぎる足も自分でカスタマイズした車高調でなんとかしようぜ。それちょっとレベル高くない？さてさて足回りの話です。結構いいダンパーが入ってるんですよ。ストローク量自体は多くないけど、五旬と奥深くまで沈み込んでくれるようなショックです。五旬、駐車場内のマンホールにタイヤが一輪だけ落ちた時、そんな感じの動作をしたの。一瞬だけ話そらすけど、ブレーキホールドがないのはやっぱり不便ですね。国産でも採用が増えているので、競争力とユーザーの利便性のためにも電動パーキング化を要望したいです。話を戻しましょう。タイヤを動かす高低差というか移動距離そのものは短めなのですが、不快な衝撃はフレームに入ってこない。安定性も快適性もどっちも確保したいい感じの乗り味となっています。目に見えるところに微妙に安っぽさというか不満が出がちだけど、走り出すと一級品。なんかこの車、カローラみたいだね。ドイツ版カローラと呼んでも、差し支えなさそうな乗り味に思えるな。経済性、燃費性能をより走りに振った感じのカローラかな。カーナビとエアコン、電動パーキングについては、普段使いで不満が出るので残念ですが、300万円台で買えるコンパクト SUV として、非常に魅力的な車です。さてさて、そろそろ本題に入っていきましょう。個人的に思う T クロスの最大の魅力である、圧倒的な走りの良さを追求していきます。ただのコンパクトファミリーカーだとか、なんちゃって SUV だとは思うなかれ。まずですね、旋回方向に対して、外観からは想像もつかぬフラットさで曲がります。スタビライザーをかなり強く効かせていて、曲がり始めの動きに支障が出てるのを感じるレベル。どれだけ安定させたいんだ。ハンドルを切っていったら感じる、なんかスタビライザーが強すぎて曲がりづらい印象。こんなの初めて。でもその曲がりづらい感触のおかげで、コーナーへ飛び込んでいくペースが抑えられるんですよね。車両重量は 1270kg と限界性能はそこそこ高めですが、安全性が増すのでいい設計だと思います。トルクがあるのでどこまでも加速していく。この後に乗った WRX には及ばないけど十分すぎる。センチュリーが来たので先に行かせます。やっぱり運転手付きなんだろうか。あれもいつか乗ってみたいですね。一応レンタカー屋さんはあるにはあるんですよ。数分カットしまして、そろそろエンジンのパワーを解放していきましょう。隣のレーンに車がいるので、最初は控えめに行きます。ダメですね、今のところエンジン音は聞こえてきませんが、高回転域で官能的な音を響かせてくれます。さすがに BMW の1シリーズほどじゃないけど、そして凄まじいのが旋回時の圧倒的なスタビリティですよ。全くロールしないで曲がっていきます。不安定な動きを徹底的に排除する足回りで、硬派なスポーツカーに乗っているようです。ガバッと急ハンドルを切っても、ビシッと安定した姿勢が常に維持されます。最低地上高はどこに行ったんだ？基本的に恐怖心との戦いとなりやすい、ここのジャンクションの左カーブですが、段差をガタンと越えても足回りが暴れるような動きはなく、フロントが突っ張るようなアンダーっぽさもなく、車重が軽いのと前後に短いのが、旋回時の SUV の値がわからないくらい小さくしてくれているようです。ここの合流、アクセル踏み切るのが正解だったんでしょうか。登ってる途中で間に収まってたんだから、変に減速せず位置を維持して入ればこうはならなかったんだぞ。突き抜けるように速いですね。今いる地点から一瞬で抜け出せるような加速力です。ちょっと踏むだけでしっかりと車速を削るブレーキ、フラットな旋回姿勢、踏むと吹っ飛んでく刺激的な加速。素晴らしいですね。もうスポーツカーいらないやん。最近は軽でも SUV でもやけに高性能だから、スポーツカーが本当に見た目だけになりつつある。いろいろと乗り比べると、車好きは実は車音痴説が出かねないレベルに他社が悪くないんですよね。
つ明確なる弱点を挙げるなら、エンジンブレーキの弱さです。レッドゾーンスレスレまで回転数を上げても、全く速度が落ちていきません。ブレーキの発熱を気にしながら富士山や箱根を下ると、かなり窮屈な思いをしそうです。というかさ、イメージに反して走りがいい車に乗っていて思うんだけど、ビジネスとしてこれはどうなんだ？見た目だけ完璧に装飾したら、走りについてはフロントの下地を突っ張らせまくって終わりみたいなメーカーもあるのにな。どうせ SUV を買うようなユーザーが、追い込んだスポーツドライビングなんかやるわけないんだから、こういう目に見えない走りにコスト削くより、見た目の質感を上げまくればいいと思うのに。あとはちょっと装備を充実させれば、それだけでコスパがいいっていうイメージを作れるのにな。すげえぞ、もう車線なくなるのにこいつアクセルベタ踏みしてやがる。ああやって分岐の前に割り込み損なって、中央分離帯に軽バンが激突する事故起きてたよな。加速力も安定性もないのによくやるわ、性格がレーサーに向いてると思いますよ。イレギュラーやタイヤのグリップ限界が気になっちゃうので、ああいう無茶な走りは私には無理ですね。次はどうしようかな、名古屋市内でカローラでも乗ってみるか。フォルクスワーゲン T クロス、失礼ながら適当に選んだ1台でしたが、俊敏すぎて驚かされました。マジでスポーツカーから乗り換えても全く不満が出ないレベルですね。乗り心地も全然悪くないし。MF ゴーストベースの初代86より間違いなく俊敏に感じるが、エアコンとナビの操作系はクソ。それだけはマジでクソだと思いますね。どれだけ走りが良くても耐え難い。今後も意欲的にいろいろな車に乗って、目に見えない世界を発掘したいものです。次に出す動画は息抜き。タイヤテストと称して、深夜の凍結路で急ブレーキやら急ハンドルをやりまくります。今後ともよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。